ジャパンテント開催委員会事務局が入る北国新聞会館ジャパンテントとは、毎年8月に石川県内で行われる国際交流イベントである。世界各国、地域から日本各地に留学している留学生300人を全国から石川県に招き、1週間の滞在の中で日本文化を体験してもらったり、国際交流をしたりするイベントである。参加留学生は、県内の一般家庭にホームステイする。運営には石川県内の大学生を中心とするボランティアスタッフも加わる。近年は毎年1000人前後の応募があり、選考により300人の留学生が参加している。2012年現在、これまでに160の国と地域から8400人を超える留学生が参加した。2011年の第24回は77の国と地域から、2012年の第25回記念は70の国と地域からの留学生が参加した。留学生の募集や金沢市内での交流事業のほとんどに準備段階から携わる。応募は6月頃より県内各大学やインターネットで受け付けている。夏休み期間中ということもあり、石川県内の大学生だけではなく、県外の大学に通い、石川県に帰省中の学生なども、ボランティアスタッフとして携わる。2011年は約130名、2012年は約180名の学生ボランティアスタッフが参加し、2013年は過去最多となる290名以上が参加する見込みである。中には県内の大学に留学している留学生もボランティアとして参加することもある。ありがとうございます。